はい、こんにちは、僕くんゲームでございます。今回もね、ウリアプリ2018動画の方をやっていきましょう。ということで今回はですね、こちらのズラタン・イブラヒモビッチ選手を使っていきたいと思います。もう生きる伝説ですよね。はい、この選手ですね、ウリアプリ2019ではね、残念ながら一つになってしまうと、つい最近出たアップデート情報で12月にね、アプリ自体が2019に更新されるんで、そこではちょっとね、いなくなっちゃうということで、まあ、12月までね、イブラ選手使えるのでね、今回使っていきたいと思います。やはり特徴としてはね、身長がまず 195cm とフォワードの中でも特に大きい。で、センターフォワード ST、OMF できて、オフェンスエース、ボルゴン、ドリブルね、足元の器用さあるんですよね。それでキック力もありますし、決定力もあって、ボディバランスも高い。本当に身体能力すごいですよね。はい、ということで今回イブラ選手を使って試合の方をやっていこうと思います。この前のイブラ選手ね、ツイッターで見たんですけど、とんでもないゴラスト決めてましたね。回し蹴りみたいな感じで決めてたんで、あんなゴール今でもね、取るということですごいよね、本当に。ということでイブラ選手使っていきたいと思います。どうぞ。さあ、ということでね、イブラヒモビッチ使っていきたいと思います。調子はいかが？お、好調ですね。いい感じで、カゼミロ入れようかな。あとはとりあえずスタメンメンバー調子もいいですしね、これでいきたいと思います。いやー、ということでお相手が、お、ムバッペとジーコはちょっとシミオネ監督、いやこれ硬いね、シミオネ監督硬いんでね。ということで今回イブラヒモビッチ使っていきたいと思います。やっぱイブラでね、ゴール決めるって言ったらゴラッソ系というか、もうゴラッソ、ダイナミック、インパクトあるシュート、本当になんかこう現実サッカーなので、回し蹴りシュートとかはさすがに厳しいかもしれないけど、まあ、そっから打つみたいな、そんなところで決めちゃうみたいなね、のやっていけたらと思います。ということでよろしくお願いします。いきましょう。さあ、どういくかね、攻撃は。お、これは取れる。よし、OK、内部ロイス、パスで繋いで攻め込んでいきます。いいね、パスを繋ぎます。イブラヒモビッチからロイス、いいね、いや、ナイスパ、あれ惜しい。まあ、イブラパスもできるからね。で、ボールコントロール、ドリブル能力もあるんで、トラップのところだったりね、これは、あ、当ててくるパターンか。で、サイドか。OKOKOK。まあ、シミュレ監督やっぱり左からね、まあ、サイドハーフ当てて、そこからフォワードに当てて、もう片方のフォワードに当てるっていうのはパターンなんでね。あれは警戒していきたい。さあ、イブラ。強い。いや、無理か。いやー、イブラのね、まあそこでうまくパパスタが裏抜けれればといった感じのところだけど、さあ、アザール強い、まだある、あー無理か。オッケー、いやー、これ怖いな、ムバッペ。序盤は堅い試合展開を見せているなという印象ですよね。両チームともまだシュートまでいけてませんか。いやー、そこ出せないか。仕掛けていくのか注目したいですよね。裏へのスルーパス、これは大丈夫。ボアテング、さあ、カウンターのチャンスになります。来た、イブラヒモビッチ、イブラー、いやー、来た来たー、イブラ、いやや, やーべーだろ今の。これが入る、イブラヒモビッチミドル。そしてなんかディフェンスもすごい頑張ってる今。ロイス。北沢さん、いかがでしたか。いや、綺麗なカウンターでしたよね。一回ね、預ける。で、イブラ。ムバッペ頑張れ。ムバッペ、いやー、ナイス、オッケー。今ね、ちょっとイブラを匂わせつつのね。イブラを匂わせつつ、なんか外から変な音鳴ってる。なんだこれ、グーってなってんだけど、ちょっと待って、それに気を取られんな。回してる選手同士でこうメッセージのやり取りというかね、誰がフィニッシュをするのか、そのあたりにどうやって繋いでいくのか。イブラ、収めてくれ。いやー無理、まだある。うわー無理か。
ボディはあるからね、あの辺もワンチャン勝てるんじゃないかなと。さらに1点を追加し2対0としています。いやそれきつい、いやそれきつい、それきついな。まあでも切り替えていくしかないな、これは。あそこだよな、大体あのパターンで失点してるからね。でもちょっとイブラのミドル、あ、ちょっと待って、イブラのミドルがやばすぎてね、ちょっとビビってる、ほんと。それ通るか。まずい。これジーコ来る。あぶねえ。ジーコ来るよ、ジーコ。ナイボ。さあ、ここに当てれて。イブラ来た。いやー、マジか、ボアティング。つえ。イブラには負けないぞといったその気持ちのこもった体の入れ方。カゼミロのタックル。それは大丈夫。ちょっと危なかったけど。そう、ここが開くんだよね。来た。イブラヒモビッチ、オッケー、ここにしっかりと走っている。いやーいいね、イブラポイントになってね、一回真ん中のイブラで入れることによって相手もそこにね注意が行きながらサイドのムバッペだったり。いやーいいですね。1点目がやばすぎた。とにもかくにも、とにもかくにもね、ここは落ち着いていこう。オッケー、外からやっぱやばい音鳴ってるわ。なんかナイボ。さあ、収めてイブラ。いやー、お、え、なんかやばい。ちょ、何が起こった。ちょ、もう画面が見えなかったんだが、今。来た。いやー、イブラに行かないか。オッケー、イブラナイス。いや、無理か。まだある。おら、イブラ。なんだ、そのシュー。なんだ今のシュート。スコーピオンシュートってやつで、まさかの。いや、あれさ、さすがにあの距離感じゃきついんじゃないか。あれ、ボレー打ってほしいね。あれ、ボレー打ったらマジで完璧だったけど。これ、何の音、外、これ。いや、イブラ完璧。うわー、入んねえの、これ。これ、入んねえのか。いや、今の決めたかったな。イブラのね、こう、愛情こもったね。愛情こもったおにぎりではないけども、愛情こもったパスが。これまずいよ。裏空いてる、裏空いてる、裏空いてる。よし。カウンター。カズミロを上げることにより、一個またポイントができる。イブラ。うわー、今イブラ通ったー、惜しい。イブラ通ってたな、今の。いや、ジーコ抜け出しうまい。いやー、マジか。あそこでやられる。いやー、これは、ちょっとやばくない？ちょっとスパサブ出しましょうか、ここで。流れが悪いんでね、ちょっと失点が多いね。あ、モラタ不調なのか。モラッターが不調なんで、うん、マンジュでいいかな。で、イブラ残しでいこう。いやでも不調でもスパサブ行くか。スパサブ行って、アザールの体力ないんで、ゴレちゃん入れていきます。ゴレツカ。よし。いやー、イブラのね、弾丸砲が、まあ、1点目の決まったんで、この試合勝ちたいですね、しっかりと。まあ、落ち着けば勝てると思うんで。まだね、1点差でも勝ってますし。いやー、それ通んないか。まずいよ。サネ、サネジーコ来そう。ナイスロイス。いやー、どんねん。うまっ。そこ見えてる、まさかの。違う。違う、そっちじゃない。ナイス。来たよ、これ。いや、メルテンスならいける。いや、無理か。いやー、ちょっと1点差きついですね、これ。
うまいけど大丈夫。ん？マルセル頑張れ。いいとこまで行ったんですけどもね。そうですね。来た。いやー、イブラを起点に。で、イブラをで、ここで2枚引き寄せたい。OK、OK、OK、ナイス。いやー、今ねー、センターバックのところも2枚引きつけれれば完璧だったけど、ショートコーナー入れて少し相手の様子を見ます。でも、来そうにないんで、イブラにあげよう。え？まさかの当たった今。時間はそんなないんじゃない？これちょっとイブラに投げます。そうですね。ここはタイムエンドホイッスルまで集中しないといけないというところですね。ナイス。ナイボ。いやー無理か。このボール危険です。切り替えろ。ヒュー。ナイボ。ロイスからマルセロ。いや無理か。まだある。すげえ無限攻撃できてる今。カゼミロ。あーダメか。終わるでしょ。いやー、ということでね、いや、すごい、でも面白かった。お相手の方もレート高かったんでね。いやー、ということで、まあ、ギリギリの戦いというところにはなりましたけど、まあ、シュート数はね、かなり打ててて、惜しい場面もあったんでね。いや、でもこれまず、これやばいでしょ。うわ、なんか、ボール弾道やばくない？なんか。あ、もう一回来る。来た。あー、まっすぐか、普通に。なんかもう早すぎてね、なんか、ドドーンみたいになってるよね、これ。ということで、今回ですね、皆さんご視聴いただきありがとうございました。もしですね、まだチャンネル登録してない方いたら、左の僕の顔マークの方からよろしくお願いします。右側にはおすすめ動画載せてるんで、ぜひそちらもご覧ください。では皆さんまた会いましょう。ありがとうございました。